宮迫です。これ言いたかったんですよ、東さんがね、また、はい、あの油注いだから僕があの正解進出みたいな、ごめんこれ改めて言いますけど、絶対にそういうことないですから、僕は一度ね、僕も考えたことないですね。そうでしょう。でも言われますよ、向いてるって。あ、向いてる。能力が向いてるって。資質ってあるんですよ、はい、資質っていうのが、はい、多分事業をこうやって成功させる人っていうのは一つ政治家に向いてる資質があるんです。うーん、僕にはなんで声かけてくれた。僕は、はい、あのこれ言っていいのかな、はい、組織に喧嘩売ってるじゃないですかそんなつもりはないんですよ言い方すごい、組織に喧嘩売ったって名探偵コナンみたいな黒ずくめの組織に喧嘩売ってるみたいな、そんなつもりはなかったですけど、形としてそうなってしまったのに、5、6年前から大きな事務所、はい、歌だな、アイドルだ、なんだって思われるの、はいはいはい、あの方たちのあの組織が崩れ始めたんですよ、5、6年前から。知ってると思うけど、はいはいはい、これはもう独占禁止法等々がバーッと入ってきて、はい、独立してもこの人を潰すなよというような、はい、この宣伝つけたんですよ。これね、あの組織を敵に回して一人で戦うなんて絶対できない、普通の人は。僕はあの時、はい、こいつだと思った、あの時にですか、うん、いつかチャンスがあったら話しに行こうと。もしやで、はい、現時点で光くんはもうそういうお話聞いたらもう出ないでしょ。出ないですね。メンタルとかも強いんで、能力的にはあるとは思うんですけど、僕が思うにその海外のトップってなんかこう実際こう天皇と総理大臣合わせ持った力持ってるイメージなんですよ。でも日本って分かれちゃってるじゃないですか、力が。だから本当の意味で権力持ってるわけじゃないと思ってるんですよ、僕。総理大臣が、総理大臣の一度で何かが全て決まるわけじゃないじゃないですか、うん、全てを決めれない人を僕は権力者と思ってないんですよ。だから日本のシステムが僕に向いてないって思っちゃうんですよね。はあ、つまり大統領、はい、大統領は国家元首、国家元首って言って、はい、日本の場合は天皇が国家元首で、はい、首相というのは行政の長なんでね、はい、おっしゃったようにこれ分離してるわけさ、はいはい、これが一緒になってるのが大統領だからね、はい、そうです。だから一緒になってたら本当の頂点だと思うんですよ。それで富を持ってたりとかしたら、でもそうじゃないんですよ、日本って。だから僕は魅力を感じないんですよ、ね、それ海外で大統領になりたいとかいうのはないの。王族にはなりたいです。王族、王になりたいっていう思いはあります。王族ってどうやってなれるんですか。頑張ればなるんじゃないそんなざっくりなれるかいな。ちょっと財閥とかの興味ありますね。財閥ね。財閥とか王族とか、結局本当に権力握ってる人ってそっちだと思ってるんで、結局資本持ってるやつが権力握ってるじゃん、世の中って、はいはいはい、だからそういう意味では圧倒的な資本を持ってる方が強いんじゃないかって。実際だってロスチャイルド家とかね、一番力持ってるって言うじゃないですか、銀行されてるから、はいはいはい、結局言いなりって言うじゃないです か。そっちの方に憧れ持ちますよね、本当の力持ってる方に。すごい。だから僕からすると不屈の方に見えちゃうんですよ、言い方悪いですけど。結局誰かに操られてると思ってるんです、僕は。総理大臣すらも、うん、国に、うん、だから嫌なんですよね、魅力を感じないです、正直。はぁ、1回捕まった人間よ。知ってます、あ、知ってる、はい、うん、2回捕まったんです知ってますよ、僕ゼロ回です。そうね、僕ゼロ回です。ギリギリなんだよ。ギリギリなんです、ギリギリちゃいます。いや、でも組織に喧嘩打った人間、何回言うんですかご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。